したきっかけっていうのが、実はもう一人一緒に移住してきた男の子が、隣の家に住んでいて、で、その子 と、松下くんと私が、2017年とかかなに、京都にある陶芸の職業訓練校があるんですけど、そこで同級生になって、でその時に、知り合った、男の子、彼がもともとそういう、離島で、島で、自分の目指す、なんていうのかな、環境づくりみたいなもの、ざっくり言うと島おこしみたいなものをしたいっていう、希望があって、それを卒業後にもうすぐしますっていうふうに言ってたんですね。でそこに私たちが、面白いねっていうふうに、同意というか同調というかして、で、そこで陶芸をしようという流れで、きっかけというと、彼がきっかけだったっていう感じです。そうですね、陶芸をして生計を立ててる感じですね。なんか陶芸家というとちょっとこっぱずかしいので、あまり陶芸家とは名乗らないんですけど最初はその私たちが、移住したいですっていうふうに、その時いらっしゃった自治会長さんに、自治会ですねに相談をしたんですよ。そしたらその自治会長さんと副自治会長さんがすごく空き家に詳しくって、この島の空き家に、この家は誰々さんが、管理してるから連絡取れるよとかいうのをたくさん知ってらっしゃったので、まだ移住する前に来た時に案内をしてもらったんですね。あとその移住する前、その職業訓練校、僕らが出会った学校を卒業する時に、僕は自分のお店と自分の住まいと自分の工房が欲しいっていうのがもともとあったんですよ。でそれで別に場所はどこでもよくて、で島って面白そうじゃんっていうところから島に移住してきたので、島でそういう古民家を借りるにあたって、まず今言ったようなその住まいと工房とギャラリーが作れるようなところっていうふうに考えて探してたので、その中でこの家がすごく広くて、結構蓋開けてみたらいろいろ大変だったんですけど、そういう自分のやりたいことをするにはいい場所だなと思ってこの家を選んだ感じですね。来年の春に改修が終わるんですけど、豊島自然教育センターっていう施設、もともと小中学校だった場所をが廃校になって、そこをその市が自然を勉強できる施設にしようっていうので、宿泊できる形に、教室とかを整えて、長期滞在ができるような環境に今なってますね。ですね、大人が1000円、子供が500円、そうっけ、子供500円、ですね。それ以外で例えば暖房を使うとかになってくるとちょっと別途かかったりもするんですけど、もうだいたい1000円、1泊1000円ですね。空き家改修の補助金があって、それを使わせていただいたんですけど、買い物に行ってます。10日に1回ぐらいかな、出て1月に3回ぐらい出て、その分10日分ぐらいの食材を買い込んで帰ってくるような形ですね。病院はやっぱちょっと唯一ネックな部分ではあるかな。そうですね、例えば歯医者とかにかかるともう1週間後にまた来てください、何日後にまた来てくださいっていうのがあるので、それに関しては結構船賃もかかるし、時間も結構船の時間が長いので、そういうことが あるとちょっと大変だなっていう思いはしますね。過ごしやすいです。特に我々みたくその何か作ったりする人間にとってはもってこいな島かなっ